マブラブ、アニメテッドザ・デイアフター、前回の続きからプレイしていきましょう。シアトルの灯火。本当に何度見ても飽きることがないな。街の明かりなんて日本にいた頃は見慣れた光景だった。この景色に意味などを見出すことはなかった。それが今となっては。もうほぼほぼないわけだからな。見ないと落ち着かないんだよな。久しぶりの休日。考えてみれば、人間的に過ごしたのは久しぶりだよな。街を歩いて、買い食いをして。人間的かな？人間的かな？さあ、じゃあ、一郎くんのお土産も合わせて、みんなでいただきましょう。わーいわーい！俺、2個食べる！ 2 個食べる！はい、慌てない慌てない。数はいっぱいあるんだから。それじゃあ、みんなで。いただきます！貴重な時間。生命の危機を意識しないで済む時間、子供たちが成長し希望を感じることもできる時間、あの時間を守るために戦う。立浪、おお、来るのか。完全一人だと思ってたわ。神宮寺少佐。なんだ貴様もここか。はここかとは自分が何のために戦っているのか、その意味を確かめに来たんだろ。ああ、そういえばそんなことを言われたな。そんなにかっこいいものではないですが、この景色が気に入ったので。正面から答えるにはちょっと恥ずかしいんだよな。街の明かりは文明の証だ。人類がまだここにいて何かを生み出しているという証明。うん、凡庸かもしれないが、あの明かりの下には我々が仲間たちが生命を賭して守った人々の生活がある。あの小さな光の一つ一つが我々が日々積み重ねてきたものの成果なんだ。この柔らかい表情のマリモちゃん、やっぱいいよね。計算高いところもあるけど、この人の本質はロマンチストだな。少佐もこの場所がお気に入りということですよね。ああ、そうだな。この場所は以前に私が過ごした場所によく似ているのでな。懐かしいというわけですか。帰ることのできない場所に思いを重ねてか。懐かしい。そうだな。懐かしさと、もう半分は己の愚かさを反省するため。己の愚かさ。少佐が失敗なんかするんですか。嘘だろ。あのなあ、私を神様か何かだとでも思っているのかそれに近いことは思ってそうだよな、辰巳ちゃん。いえ、しかし少佐が失敗してるところはなかなか想像がつきません。この厳しい状況の日本を背負って米国に譲歩させちゃう人だぜ。想像しろっていう方が無理だろ。いや待てよ、案外料理が壊滅的に苦手とか。あー、また焦げちゃった、ごめんね。結構似合うな。めっちゃにっこりしてんな。いかん、いいかもしれん。どうした、君の悪い笑みを浮かべて。あ、いえ、はい、失礼しました。ああ、しくじった。まったく、おかしなやつだ。おかしなやつには慣れてんでしょ。すみません、実は少佐が何か失敗しているところを想像してみようとしたのですが無理でした。それでなんで笑顔になるんだって聞かれるぞお前まったく、貴様というやつは。おお、笑ってくれたぞ。セーフか、セーフだよな。私の歩いてきた道など失敗ばかりだ。いつも後悔から始まっている。そうだよな、最初のあれとかにしてもな。初めて実戦を経験した時も、そうだよな、そこだよな。大切な友人の挫折を目の当たりにした時も、何もできず誰も助けられず大きな流れに翻弄されるしかなかった。無力さを打ち払おうと行動を起こして、結局
自分の焦燥にいろいろな人を巻き込んでしまったこともあった。そうか。失敗したからこそ強くなれたというわけでしょうか。そうだな。弱いままでは許されないだろうよ。許されないか。この人の強さの源はここにあるのか。この人も俺と同じトガ人なのか。結局人は自分にできること、なすべきことをなすしかないんだ。それだけが後悔を浄化してくれる唯一の手段であると信じている。今の私にできることは、帝国軍が従前の力を発揮できるよう全力を尽くすことだ。この光を、この町にたどり着いた全ての人々を、お前たちを死なせないためにな。そのためならば私は。己の命をかけることができるか。無粋な話をしてしまったな。さて、私はそろそろ館に帰るとしよう。え？お休みにはなられないのですか？果たさなければいけない書類が残っているのでな。大変だよな、そう考えると。本当かよ。もうこんな時間なんだぜ。あの、私に手伝えるものならば。そう思ってくれるのであれば、早く出世してくれ。そうすれば私も楽になる。はあ。今夜はもう休め。明日もきっと忙しくなるだろうからな。立浪注意、出頭しました。ご苦労、座ってくれ。やっぱこのさ、声の使い、まあ声優的な面で言うけどさ、この声の使い分け、やっぱ声というか喋り方の使い分け、やっぱすごいよな。すごいってなってるけど。すごいよね。は、早速だが、まずはこの概要書を確認してくれ。確認します。これは日本人自治区で大規模強奪未遂事件。穏やかじゃないな。昨晩か。逮捕者37名、負傷者14名、死亡者3名。これ大規模暴動と判断されても仕方ないレベルだろ。読み終わったか。は、とうとう起こっちまったのか。そこに記載されている通り、昨晩港湾地区の物資集積所が襲撃されるという事件が起こった。幸い物資の流出を防ぐことには成功したが、襲撃グループおよび警備側にも多数の負傷者が発生した。これを受け、帝国軍は民間に委託していた物資集積所の警備を再び自前で行うこととなった。ローテーションについては現在調整中だが、その間貴様の招待にも現場に入ってもらうことになる。はっ。大体付き招待、まさにこれが便利屋の仕事だな。例によって MP の指揮下に入ることになる。詳細については概要書の最終ページに差し込んであるので確認するように。また先ほど入ってきた情報によると、一部住民が集結しデモに近い状態になり始めているという報告があった。デモ、こちらも展開は流動的だが、くれぐれも注意してくれ。警備の人数も増強してあるとはいえ油断はするな。だがあくまでも一般人を脅かすことのないよう注意しろ。それが厄介だよね。了解。現場は、緊迫してるだろうからな。ここで、下手な方、行動をしたら、それこそそれがきっかけになって暴動になっちゃうかもしれない。あの、プラント移設について公表するわけにはいかないのでしょうか。
それができるのが一番楽っていうか、なんだろうけどな。いろいろあるが、問題の大元は食料問題だ。それに解決の目処を立っていることを公表すれば、多少は人も、人心も落ち着くはずだといいんだけど、そんなに簡単に行くかどうかっていうのが微妙だよな。行かないから発表してないんだろうなとは思うけどね。プラント移設の公表については現在検討中だが、基本的には公開する予定はない。どうしてですか？検討も何も、発表すれば皆が安心しますよ。むしろなんで今まで発表しなかったんですか？立浪、よく考えてから語る癖をつけろ。アメリカの対応次第ではまだひっくり返る可能性があるのだぞ。プラント移設を公表してそれが中止になった場合どうなる？地獄。それは確かに、そうなったら目も当てられない惨状になるかもしれない。一度希望を持たされてから落とされる方がダメージは大きい。だからか。しかし公表してしまえばアメリカも素直に移設を認めたかもしれないですし。いやー、楽観視しすぎじゃないか、立浪ちゃん。発表したことによって治安が落ち着いたなら米国も認めざるを得ないんじゃないか。そうすればかもしれないにかけるには大きすぎる問題だ、理解しろ。民衆がプラント移設の情報を知らない状態で治安は維持できていたのだ。ああ、確かにね。今までは情報化が無用の混乱を与えかねないってことか。くそ、結局何もできないのか。了解しました。貴様が気づいたように、今回の襲撃事件の本質は食料問題なのだ。以前にも話したかもしれないが、満足な食事ができなければ人としての尊厳は失われていく。我々がしなければならないのは、まずは生産力の向上なのだ。だが、それには時間がかかる。は。プラントの移設とは別に、日米共同で土壌改良も開始されているが、塩原を脱塩して新たな耕作地を作るよりは、内陸部の未開地を開墾した方がマシという状態だ。だが、その内陸部開発にしても、水源の問題や土地の権利問題がある。焦るなよ、立浪。気持ちはわかるが、今は足元をしっかり固めながら前に進まなければいけない時だ。それはわかるけど、そんな悠長なこと言ってられんのかよ。実際に事件が発生してるんだぜ。しかし閉塞感にとらわれた社会の空気を一変させるのは難しい。社会を個人として考えるなら、うつ病のようなものだからな。特効薬があるわけでもなく、そしてまた我々も神ではない。できることとできないことがある。疲れ切った人々に何を言っても簡単には疑いの念を払ってはくれまい。正論なだけにやっぱきついな、なんか。だがそれでも諦めるな。為政者の権力の側にいる限り、諦めることだけは絶対に許されない。この人は強い。俺なんかよりも何倍も強い人だ。一体何を経験したらこんなに強くなれるんだよ。了解しました。それと警戒しなければいけないのは、今回襲撃された集積所は薬物、主に鎮痛剤や向精神薬の貯蔵をしていたことにある。向精神薬？まさか軍の内部が。薬物や食料を流出させて、あー、その営業でってことか。言いにくいのだけど、すでに犯罪に手を染め始めている人間もいる。ドラッグや密造酒、人身売買の噂だってある。それについては現在調査中だ。だが犯行の状況から、襲撃グループが警備スケジュールなどを把握していたのではないかという疑いもある。それ、我々がルート解明に協力できないものでしょうか？
それってできるもんなの？この基地に来たばかりの俺なら白は確定している。もし内部の人間が犯行に関与しているのなら、傷が小さいうちに解決したい。夏波、それは A 氏の仕事ではない。でも A 氏の仕事じゃないこと結構やらされてんじゃん。もう今更じゃない？違うかな。しかし私は本来警備任務にも A 氏を使うべきではないと思っている。ああそこもか。現在の状況はあくまでも非常事態だ。ちゃんとそこもちゃんとそう思ってくれてんだなって思うと安心するけどな。貴様たちは警察や MP とは違う専門の教育を受けておらずノウハウもない。今や MP とて A 氏と同じくベテランは少ない。だがそれでも治安維持の役割を担い、その訓練を受けているのは彼らなのだ。貴様たちの本当の任務はベータと戦うことだ。それ以外に貴様たちの生命を使ってほしくはない。ですが今さらそうも言ってられんよな。もうそんな状態じゃないですよ。それでは何か。警備中に貴様たちが死傷し、そのタイミングでベータの進行が確認されたとする。貴様は何の訓練も受けていない者に戦術機に搭乗し迎撃せよと命令するのか。そう言われると。了解しました。俺にできることは警備することだけか。貴様の気持ちは十分に理解した。己の任務を果たせ立浪。各人が与えられた任務を達成することが結果的にこの難局を切り抜ける近道となる。了解。少佐、大丈夫ですか？すまない。本当に体調悪いっていうか、やっぱ来てんだな。なんか隠してんのかな。疑うなよって話なんだけども。顔色が真っ青だ。今すぐ医務室に。立浪、大丈夫だ。ただの立ちくらみだ。しかし、大丈夫ですか？やっぱり医務室に。昨晩は事件で叩き起こされたのでな。しばらく安静にしていれば問題はない。どうした立浪、任務があるのだろう。早く行け。私より住民を落ち着かせることの方が先決だ。やっぱすごいよこの人は。了解。詳細にこれ以上負担をかけちゃいけない。俺は現場でできることをするだけだ。命令書の確認は済んだか？はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。いやー、やっぱ無理してんだな、マリモちゃんも。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。